はい、皆さんこんにちは、金子秀樹です。松下です。塚田です。今日はですね、7月、8月に開催されるオールアウト01ですね、オールアウトビートの縮小版、ビートっていうのは冬のキャンプになるんですが、その縮小版のキャンプをですね、各都市各クラブで開催するんですが、もうこれは何度かお知らせでお伝えしてるんですが、そのですね、何をやるかという詳細をですね、短くですけど取り組んで、こういうことをやりますっていうのをお伝えしていく動画の内容となっています。ではよろしくお願いいたします。ではですね、日本で開催される01シリーズなんですが、僕とですね塚田が7月の中旬、下旬ぐらいからですね日本に迎えまして、8月の下旬最後東京の昭島になるんですが、そこで、終了となります。それまでですね各都市、大分、まず大分テニス協会の、強化として、取り組みます、松本は、一般募集もしております。新潟ですね、新潟は、ジャンボテニススクールで、開催します。で次は大阪、大阪は、カラバッシュテニスクラブで、開催いたします。東大阪ですね、はいはい、その後静岡、ウィッシュテニスクラブで、開催いたします。次は、初めてなんですが、米子、鳥取県の米子市で、開催します。千葉、ケンズインドアテニススクールで、開催いたします。こちらは一般もございますので、ぜひ、ご参加ください。そして最後に、東京昭和の森テニスクラブで、01プレミアム、人数限定で開催予定でございます。塚田コーチ、これからいくつかやる内容を取り組むんですが、どういう方が、参加をする内容になってますかね。もちろん、戦術に、必要なテクニックを、学んでいくということなんですけれど、そのボールを打つだけじゃなくてですね、その技術の確認で、どうしたらどういうふうにできるのかっていう、そういう、細かいところまで、掘り下げていける、技術、そして、キャンプとなっておりますので、ぜひ、まだちょっと早いかなっていう方も、参加していただければ、いいかと思います、はいはい、では早速いきましょう。短く説明をするんで、どういうことをやってるかっていう、この雰囲気は伝われば嬉しく思います。ではいきましょう。まずはですね、2日間開催する中の第1日目、午前中はですね、どういうことをターゲットにしているか、何をターゲットにしているか、そのためにこういう技術が必要なんですっていう、説明をですね、軽く室内でしてからオンコートに入ります。で、今からオンコートで何をやるかっていうのをですね、説明をしていきたいと思います。まず午前中、1日目の午前中はフォアハンドのウィンドミルですね、この外側を捉える、相手を外に追い出す、そしてコンシステンシー、この堅牢なですね、ボールが打てるようにしていくということですね。そしてその後はバックハンドをいきます。バックハンドもこれも外側ですね、捉える練習をして相手を外に追い出すということですね。最終的にはフォアハンドで主導権を握りたい。で、午後かもしくはその午前中にやっちゃうかもしれないんですが、ラットショット、バックハンド、堅牢なバックハンド、クロスコート打った後の次のためですね、攻撃するのか、待ってウィンドミルを使うのか、その他、それに必要なラットショットを取り組みます。そしていくつかミックスをして、多分これで次の日迎えるのかな、次の日は戦術に当てはめてこうテーマを決めてやるようにします。今日はですね、この午前中のテクニックを何やるのかっていうのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。大体ですね、まずは手出しで外側を捉える感覚をつかんでもらいます。これもですね、各、クラブでですね、各コーチも手伝ってくれるので、コーチに対しても説明をしていかないといけないので、どういうふうにしたら、その後ですね、選手に伝えやすくするかっていうのも含めながらやっていきたいと思います、はい、ではですね、まずボールを落とすだけになります。ここで大切なのは、まず先ほども言った外側を捉えるということですね。外側を捉えて、
そしてその外側を捉えるためには打点が前じゃないと捉えられないですね。もちろんウィンドミルなんでエマージェンシーで後ろも捉えられるんですが、ここでは時間もあるので正しいですね打点で捉えられるようにします。ではその正しい打点はどこかっていうと、まずですね打点 C ですね、膝のあたり A、B、C になって C で捉えるように意識をしてもらいます。ここがですねこの手出しのポイントになるんですが、まあ、ジュニアを対象にすると大体ですね早く取りすぎちゃうんですよね。早く取りすぎちゃうというのは、では塚田コーチにやってもらいましょう。早くこの打点が落ちる前に取っちゃうんですよね。なのでまずここで我慢することを覚えてもらいます。打点を落として我慢することですね。最初はもう空振りするぐらい落としてもいいです。それぐらい大げさにやってもらいます。空振りしそうなぐらいですね。でそれができたら次はですねボールとの距離ですね。ボールとの距離はこの距離だけじゃなくてこの距離ですねをステップイン分の距離を測ってもらって打つようにしてもらいます。この計算がないとどうしても打つときに打点が後ろになっちゃうんですよね。そうならないようにこのステップイン分の距離を計算して外側を捉えてもらえるようにします。そしてですね、今クロスコートに打ってるんですが、多分2列とかでもやると思うのでダウンザラインにも打つ時もあります。そのダウンザラインも外側を捉えてるのでこの線を挟むと右ではなく左側ですね、右利きの場合の方ですね、外側を捉えてるので内側に行くようにしてください。クロスだったら問題ないんですが、ダウンザラインだとたまにポカーンと右側の方に行ってしまうので、これだと外側を捉えられてないので、外側を捉えてるというふうに認識するために線をこうまたいだら右ではなく左に行くように意識します。じゃあ線をまたいでやってみましょうか。はい、はい、でこれ今線の上にボールを出してます。シングルスラインの線の上にまっすぐでも左側に行くようにしてします。はい、そしてですねこの縦のスイングっていうのはもう自然とやってるんですが、このようにして意識して取り組むとなかなかできない方もおられるので、そういう時は右耳の横というふうに伝えています。右利きの方ですね、右耳の横に持っていけるように。特にですねスイングスピードが速い、どちらかというとビギナーよりもですねインターメディエート、もう少しこのアドバンスの方の方が癖がついちゃってできない場合があるので、あとはもう始めたての方もおられるので、そういう時にはこの右耳の横ですねというふうに伝えています。終点値を右耳の横に持ってくる。まだですねオンコートの中で細かく説明をしていくんですが、概要はこんな感じでバックハンドに移りたいと思います。はい、ではバックハンドに行きます。ウィンドミルとバックハンドのフェースアップですね、バックハンドですね、もうだいたい意識することは一緒です。ボールの外側正面よりも右行く、ステップイン、そしてコンパスですね、ここでは意識することを、選手に意識をしてもらいます。打点 C ですね、それも忘れないようにボールを意識的に落とします。多分ですね日頃皆さん練習でタイミング早く取るようにっていうのは言われてると思うので、あまりこのキャンプの中でタイミングを早く取るっていうのは戦術以外ではあまりお伝えしていません。でですね、コーチはですねあまりこの
スローしてしまうとですね、投げてしまうと体の近くになってしまうので、とても打ちづらくなってしまうので、できるだけボールは落とすだけにするようにしてください。はい、これもボールとの距離ですね。この前後左右の、特にこの左右の近くっていうんですかね、このベースラインからネットのこの距離のこの調整を意識的にですね、ステップイン分を含めた距離の取り方にしてもらいます。とてもですね、やってることは難しいことはやってません。ただこれをですね、かなりの精度高くやってもらうようにしています。ではですね、片手の方もおられるので片手でも見せてもらいましょう。ボールもですね、特別急いで出してこうせかしたりもしません。もう一回一回完了できるように出します。はい、ラストいきます。そうするとですね、ボールもただクロスにこうまっすぐ飛んでいくだけではなく、少しですね、軌道がこのようにして、このバナナシュートっていうんですかね、このカーブを描いた軌道になるようになります。はい、バックハンドも2列でやることもあるので、これもフォアハンドで注意した正面よりも右に行くように、フォアの時はこっち側だったので左に行って、バックの時はこっち側、どっちとも背中側っていうんですかね、そっち側に行くように注意をしています。はい、では次、ラットショットに、取り組んでいきます。YouTube のですね、動画にでも、何度かラットショットという、ショットに取り組んでいると思うんですが、これは主に、攻撃に使うショットです。どうしてもですね、フラットで打ち込みに行くと、安定感がなくなってしまいますが、シュート回転をかけることによって相手のバランスを崩したり、相手の、パッシングショットの、精度を下げることができます。このラットショットに取り組んでいきたいと思います。はい、ではですね、ラットショットはもう手出しだとボールの勢いがなくて打ちづらいので、ここはもうネットを挟んでサービスライン、そしてボール出す方もサービスライン、もしくはもう少し後ろの方からボールを出していきます。ではいきます。今までですね、打点 C というふうに言ってたんですが、ここでは打点 A ですね、 A で捉えられるようにします。肩のところ、そしてそのボールの高さのところでラケットを引くようにしておいてください。これはですね、結構その今までやってきたトップスピンと逆のことをやります。まず体を入れすぎてしまうとトップスピンがかかりやすくなってしまいます。そして縦のガット使うと、これもトップスピンがかかりやすくなってしまいます。もちろんボールを落としてもトップスピンがかかりやすくなってしまう。ボールを落とす、またラケットヘッドが落ちてしまってもトップスピンはかかりやすくなってしまいます。体を入れすぎてもトップスピンがかかりやすくなってしまいます。これではですね、正反対のことを意識的にやるようにしてください。体も入れすぎないで開いとく、早くですね、これ早くですね、このボールに対してついてしまうと、これもトップスピンがかかりやすくなっちゃうんですよね。ですので、ここではボールに合わせて重心を使って逃がしちゃってください。リズム的には右左でいけるようにしてください。はい、リズムの取り方もですね、地面の力を使ってボールと
一緒に上がっていきます。そして最適なですね、力の入る場所で打てる、最適なというのは肩のところですね、かつ高いところということは地面の力を使ってジャンプするということですね。ジャンプが目的ではなく地面の力を使うことが目的です。はい、なぜラットショットかというと、やはりですね、止まっちゃうんですよね、ボールが。ここでは弾ませたくない、弾ませたくなくて、やはり滑らしたい、バックハンドをクロスに持ってかれないようにしたい、できるだけ相手のスイートスポットを外したい、そのためにですね、ラットショット、サイドスピンですね、を意識的に打ちます。これトップスピンを打ってしまったらもうパッシングショットの餌食なので、ここではサイドスピンを選択するようにしてください。はい、この後ですね、まあボレーを入れたりサーブも入れたりするんですが、もう2日目の内容に行きます。ここからですね、戦術的な要素をいくつか入れていきます。まずはですね、昨日やった今ですね、まずはですね、ウィンドミルから、そして相手のバックの高いところ、トゥーザバックハンドですね、を打ってラットショットで仕留めます。テーマを決めてそれに沿ってやるようにします。はい、もうバックハンドはもうクロスに引っ張れない前提なので、だいたい真ん中のあたりに出します。はい、トゥーザバックハンド、その返し、ここでですね、相手のバックの高いところにちゃんと打てるようにならないといけないですね。はい、ある程度予測をしておきます。用意ドンでスタートするんじゃなくて、予測がとても大切です。予測の練習も入れてください。はい、どういう球が来る。はい、ラットショット待ってた。はい、はい、トゥーザバックハンドで、はい、どういう球が可能性が来る。はい、ラットショットで仕留める。こういう練習も入れていきます。はい、トゥーザバックハンド、グッドショットいった。はい、予測通り。はい、ラットで待ってた。こういう練習をするようにします。トゥーザバックハンド、予測通りラットショット。はい、トゥーザバックハンド、予測通りラットショット。もちろんですね、予測に反したボールが来る時もあります。その時はちゃんと下がるようにしてください。はい、はい、予測してたけど相手のグッドショット打ってきた、一回下がるようにします。はい、次のテーマはバックハンドクロス、相手打ち損ないダウンザラインをすかさずウィンドミルで外に追い出します。はい、少し早いタイミングで出します。ここでは、はい、クロスを追い出して1球目のクロスの精度とても大切ですね。はい、振り遅れ、相手をですね、長い距離を走らせます。振り遅れ、振り遅れ、これで十分ですね。はい、次はですね、最後になります。ここで相手を外に追い出してまた振り出しに戻らない、ポイントを長くさせないためにスティールを入れます。スティールというのはもう相手の時間を盗むってことですね。相手がもう体勢を崩してやっと返したボールを落として、もう一回一からやるのではなく、それを落とさずもうボレーで仕留めます。これも用意ドンで走るのではなく、ある程度予測をして可能性を、あ、これはボレーで仕留められるボールが返球される可能性が高い、よし、じゃあ前出よう、そういう風にして予測の練習もシミュレーションしておきます。では行きましょう。トゥーザバックハンド、はい、ラットショット、一歩戻って、よし、
ボレーで仕留めます。ボレーはイージーボレーで仕留めます。もう難しいボレー必要ないですよね。もう相手は体勢崩してるので、はい、ラットショット、はい、可能性として予測通り、一歩戻ってこれ、はい、以上になります。今日はですね、この動画では概要をお伝えした形になるんですが、やはりですね、動画だけではお伝えしきれない部分があります。これをですね、やはり直接ですね、皆さんとこの我々がどういうふうなことをですね、教えているか、目指しているのか、やってもらいたいかなどを直接伝えられる機会、これが、日本でですね、この年に1回あるので、ぜひですね、お時間のある方はですね、いらしていただければと思います。ではですね、もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、また SNS のシェアですね、我々が日本に帰るぞっていうのも含めまして、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。You.